ちは。あ、2歳児からの音楽チークレッスン、リナメソッド代表のリナです。本日は認定講師の田中紗里先生にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。では紗里先生、自己紹介をお願いします。はい、大阪府豊中市で音楽教室運営を行っております、ピアット音楽教室の田中紗里と申します。本日よろしくお願いいたします。お願いします。紗里先生は認定講師になられてから生徒さんが増えてオーナー化もされて今大成功されてますけれども、リナメソッドを取り入れる前のお悩みについて具体的にお話しいただけますか。はい、まず生徒がそんなにいなくって、まあ、数える、片手で数える程度の人数だったんですけれども、その人数に対しても日々自問自答するレッスンで、これでいいのかな、ああなのかなと、具体的に言うと、まあ、ピアノの下に入って出てこない、いつ入ってもネタ振りをするこの日々が続きまして、どうやったらこの子たちがこうレッスンに楽しく来てくれて、その楽しいを持ち帰ってお家でこう実践してくれるっていう風につながっていくのかなっていうことに日々悩んでおりましたはい、ありがとうございます。それではリナメソッドのスクール中に何か気づいたことであったり変化はありましたか。はい、私自身がこう伝えるにあたってこう同じことを繰り返してこう生徒さんに伝えるっていう風にレッスンの中でしてたかなと思うんですけれども、子どもがまあ10人いるとすれば10パターンの伝え方でしっかりその子たちが、理解できるような、アプローチの手法が必要なんだなということに気づきまして、すごく一つのことを下ろすのに時間がかかってたレッスンだったんですけれども、それもこう伝え方を変えていく上で、時間も短く、子どもたちの理解も早く、スムーズにすごく進むようになったと感じています。素晴らしい変化ですね。ありがとうございます。それではスクール中に印象に残ったことはありますか。はい、まずリナ先生自身が諦めないこと、すごくパワフルで、こう伝えるっていう意味で私たち講師に一生懸命こう伝えてくださる姿から、あ、生徒にこれだけのパワーでこう伝えるっていうことってすごく大事なことなんだなっていうことに気づきまして、そこから、はい、自分自身の土台が完成したのかなと今私も感じております。ありがとうございます。ではリナメソッド認定講師になられてからの変化を具体的に教えてください。私は、この音楽教室を始めてから、5年目を迎えまして、リナメソッドを受講してから4年目になるんですけれども、本当に片手の人数だったんですけれども、現在は、100名近くの生徒さんに、レッスンすることができるようになりました。で現在、ありがとうございます。で現在、4教室と、講師さん4名で運営することができておりまして、一緒にね、同じ方向を志を持ってこう指導するっていう意味で大変ありがたいなっていう思いと嬉しく思っております。素晴らしいですね。もうこの、なんて言うんだろう、成長の幅がすごく大きいですよね急にもうドーンって感じですよね。ね、本当に。でも4年前こうリナ先生にこうお会いした時は自信もなければ右も左も分からなくって、こう思いだけでこう走ってきたっていうところもあるんですけど、こうリナ先生とスクールで学ばせていただいて、自分自身のこう自信っていうところで、これだっていう指針ができたことによって、こう今の自分に結びつけたのかなとも感じております。素晴らしいです。ございます。嬉しいです。私もとってもスクールが終わってからも、定期的に1年に1回リナ先生のコンサル
アドバイスレッスンを受講することができるんですけれども、こう自分のレッスンって結構多角的に見てもらうことってなかなかなくって、まあベストで教えているつもりではあったんですけれども、そこからりな先生からこうじゃないっていう言葉をいただいて、こう自分のレッスンを見た時に、保護者もそうだし生徒さんにもこう遠慮しがちなレッスンだったかなと今感じてるんですけども、うん、そこからアドバイスをいただいて、こう我に返った時に本当にじゃあ正しいことを伝えてられているのかなって振り返るとそうではなかったりとかするので、うんうん、そこからこう自分のレッスンをこう正しい方向へまた立て直してこう伝えていくことによって、私の生徒さんはすごくまっすぐ向いてレッスンを今、うん、進むことができているなと感じています。あ、素晴らしい、はい、ありがとうございます。昔はねピアノの人に見たような子供たちが、ね、それはすごく変化です ね、 ですね、ありがとうございます、うん、本当にこう4年前はここでりな先生とお話しさせていただいた時って、うん、本当に豊中教室が立ち上がってすぐ撮影させていただいたんですよ。あ、そうだったかもしれないですね。で、私がこう関わって子どもたちに伝えたいことをたくさん伝えて いける場所になればいいなっていう思いでまあスタートはしたんですけれども、うん、こんな人数になると思ってなりたい自分、うん、理想的なこう道に自分で進むことができて、うん、こう本当にもういつもりな先生にお伝えしてるんですけど、りなメソッドに入ったからこそ今の私がこうやってできてるといつも感じて感謝しております。ありがとうございます。おっしゃっていただいて幸せです。ありがとうございます。はい、本日は認定講師の田中紗里先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。